こんにちは。ビートルズワールドニュースです。今日は、幻の中の幻、ビートルズ65、ビートルズフォーセール、茶色の帯付きが入札販売会において、120万円で落札されたとのニュースです。名古屋市中区栄4丁目にある中日ビルが4月23日開業しました。そのビルの2階に、 東海エリアにおいて初の常設店として国内外の名盤からコレクターが探しているレアアイテムまで幅広いレコードをセレクトしているアナログレコード店フェイスレコードがオープンを記念しイギリスのロックバンドビートルズの貴重なレコードの入札販売会が行われました。 1965年に日本で発売された The Beatles のレコード b e a t l e s 6 5 b e a t l e s 4 s a ルは販売時期によって砲台などが書かれた帯の色が異なっていて中でも茶色の帯がついたものはコレクターの間でも幻と呼ばれておりますではなぜ 幻ととと、言われてていいいいるるののかというとジャケットにについている茶色の帯に理由があります。マニアもめったに見たことがないという幻のレコード5月6日のオークションにはオンラインも含めて熱烈なビートルズファンなど5人が参加されましたそれぞれ希望落札価格を投票し 最も高値をつけた人が落札する仕組みです。チャオビの発売時の定価は1750円ですが入札では最低落札価格80万円からスタートしました。前日までに行われた事前のオンライン入札の最高価格は120万円で、 会場ではこの額を上回る再入札がありませんでしたので税込132万円で購入されることになりましたビートルズ研究所鑑定士である本田康弘さんは幻の中の幻と言いますかビートルズのレコードでもいわゆる選ラ版という形で 生産されて世に出てしまったものの中の日本に何枚あるか10枚あるか20枚あるかわからないその中の1枚です帯をコレクションしている方はすごく多くてビートルズ65は最初の帯が深い緑色でそれからブルーの帯に変わってまた 緑色に戻る。その緑色に戻る前の数ヶ月の間に茶色の帯が出たとされていますが現物を見た人はほとんどおりません65年間、世界中のレコードを見ているが現物を見たのは4回目です。日本のレコードの中にこのような ごくわずかしか作られなかった紙の帯がついたものがあるっていうことをコレクターは後世に伝えていくんだと思います。茶帯については印刷所が間違ったかデザイナーが間違って発注したかはっきりと分かりません。以上のような内容を語りました。 フェイスレコード名古屋中日ビル店の吉田店長は、落札した人には飾るだけでなく、ビートルズのレコードとして音楽を楽しんでもらえるとレコード屋としては嬉しいです。と話しました。会場に来られていたビートルズファンにテンションはと聞かれた方は、もうマックス。 とりあえず拝めただけでと言われましたそして販売会に参加した埼玉県の60代の男性は「本では見たことがあったがやっぱり本物のオーラは全然違ったので埼玉から春るば北海がありました」と話していましたまた名古屋市の60代の男性は「 希少性から100万円でも安いと思いましたが自分は出せないので入札しませんでした現物を見られただけで嬉しかったですと話しましたまた50年来のビートルズファンという名古屋市千グ区のファンの方はアナログレコードは音が良いだけでなくジャケットも芸術的 値段が高すぎて今回はさすがに手が出なかった、と話しました。以上、幻の中の幻、ビートルズ65、ビートルズ4セール、茶色の帯付きが入札販売会において120万円で落札されたとのニュースでした。私も茶色の帯というレコードは見たことがありません。 もしその昔このようなレコードがレコード店の棚に紛れ込んでいたら間違いなく買わなかったと思います清水の舞台から飛び降りるような気持ちでレコードを買っていたあの頃、安くてもそんな古めかしい事態で 色合いの良くない茶色の帯のレコードなんて選ばず当時最新でデザインがかっこよかった国旗のある帯のレコードを間違いなく選んだでしょうねつまりその時点で私にはビートルズのレコードの帯について語る資格なんてなかったんでしょうねしかし もし今、どこかで茶色の帯のレコードを見かけたらうーん買わないでしょうねいや正確に言えば買えないでしょうねこれからもビートルズの貴重なレコードについてもたとえ買えなくても。 ビートルズワールドニュースでお伝えしますので、高評価、ビートルズワールドニュースの他の動画へのアクセス、そしてチャンネル登録をされていない方は、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。では、次の動画でお会いしましょう。ハロー、グッバイ。